世界一チャレンジング、車良かったからね、どうしようもないことね、気持ちいいね。ドライバーの吉田敏弘です、まあ、初めてなんですよね、実際スバルとして、こういうプロジェクトを始めたっていう部分では、もともとの素の部分をですね、ボディも含めて、いろいろこういう過酷なコースでですねテストして、まあ、みんなにいい車を提供できればと思ってます。この車でニュールを走れるっていうことで、そういうお話が来た時にやっぱり、あ、それはやりたいな、ぜひやりたいな、ああいうその安心してしかもこう早く走れるで、スバル F さん STI さんの持ってるアイデンティティ、いろんなこうスピリッツ、そういうものにこう共感して一緒に仕事ができるんだったらきっといい仕事ができるんじゃないかなと、そういうふうに思ってやってきました。やっぱりその今回新しいニューインプレッサー、まあ、前年スーパー耐久で旧型のインプレッサードライブしてたんですけども、そこよりもですね非常にその旋回性能が出てるんですね。あとはもうニュールは天気も荒れたりして毎年雨が絡むんで、まあ、そういった時にですね、まあ、そのスバルの AWD の良さ、こういったところで上位に上がっていければなというふうには考えてます。でも無理は絶対したくない。24時間を完璧に、誰でも走れるようなね車っていうことでセッティングしてもらってあるもので、自分はイージードライブで、自分のパートを終われるんじゃないかなと思ってますけど、雨とか怖いですね。スバルは WRC をはじめとする世界のフィールドに挑戦してきた。そしていよいよ2008ニュルブルクリンク24時間レースの予選が始まった。新型の、まあ、優秀性っていうんですかね、そのこういうチャレンジするような姿、そんなことを、まあ、スバルとして世にやっぱアピールしていかなくちゃいけないだろうということで、今回富士重工スバル SA が、プロボさんと一緒になってこういう企画を組んだと。スバルの技術者も中に入って、でやっぱり作るそのものづくりの考え方、車の走りっていうのはどういうものがいいんだろうとかですね、それがただレースだけではなくて、その量産者に反映できるようなことをやっぱり我々としては考えていきたいということで、こんな企画をやってますんで、レース屋さんと、我々量産者を作る技術とかですね、うまく融合すれば、もっといい走りっていうか、もっと面白い、もっと速い、そんなものがゆくゆくは見つかるんじゃないかなと思ってます。高低差 300m、 その多くはエスケープゾーンがほとんどないブラインドコーナーという世界一過酷な北コースに、グランプリコースを加えた全 25.9km を24時間走り続け、しかも速く、それは車の限界の性能が試されることでもあり、何より無事完走することの難しさも覚悟しなければならない。以前走った車よりも、全然スピードが速いん で、そういう意味で、割とこう自分をとにかくコースと車に慣れさせる、安定感がすごくあるんで、ブレーキングの時とかコーナー切り始めて入っていく時、あるいはその踏んで出ていく時とか、それ全体にやっぱり非常にこう車の安定感があるんで、その部分にかなり助けられてるなって感じがしますね。まあ、怖いのもあるけど楽しいですね。こんな気持ちになるのって、なんか免許を取って峠をちょっと走ってた頃以来、そんぐらい楽しい、本当に楽しい。吉田選手以外はこのレースに初めて参加する。徐々に緊張と期待がスタッフ全員にみなぎってきた。コースやピットインの最終確認が行われ、いよいよスターティンググリッドに着く。観客数20万人、出走台数217台、チーム関係者だけでも3000人を超えるという戦いが間もなくスタートだ。すごい
人みたいな感じなんですけども、まあね、あの天気も、微妙な天気なんですけども、24時間長いんで、とにかく車いたわりながらですね、コンスタントに行っていきたいと思います。行ってきます。ドライバーがみんな楽しいって言ってくれたんで、私としてはホッとしたんです。すごい、あの一番世界一チャレンジングなコースですので、ね、本当その辺の安全には気をつけて。インプレッサの参加している SP6 クラスは19台が出走。 BMW M3、 Z4 M スポーツ、ポルシェ911 GT3 など世界の超一流のアスリートがひしめき合っている。完走はもちろんだが、それらを相手に限りなく市販車レベルで挑むインプレッサがどこまでの戦いを繰り広げられるかが勝負だ。最後まで速く安定し、さらに楽しく。辰巳監督はそんなイメージを抱いていた。今大会にはインプレッサと同様にレクサス LFA やフォルクスワーゲンシロッコなどの開発チームも参加し、この聖地ニュルブルクリンクで一級の走りを磨く取り組みにチャレンジしている。スバルニュルブルクリンクチャレンジチームはスタートドライバー吉田選手が快調な出足を飾り、ラップタイムを徐々に上げていった。だんだんなんかね、コースに慣れてきたって感じです。ちょっと気持ちいいね。まあでも次はね、もう夜になっちゃうんだけど、まあ気をつけて、車も順調だし、まあこのペースで行けば結果はなんかいいとこに行きそうな気がするんで、まあみんな車大事にして行ってもらうようにまた伝えます。2番手ドライバー松田秀樹選手が吹き上がらないエンジンの不調を連絡してきた。そしてなんとコース上に止まってしまったのだ。ガソリン切れか。ピットは騒然となった。全長25キロ以上もあるこのコースでの思わぬガス欠はレッカーでの移動に40分以上かかるという大きなロスタイムを生んだ。計算間違いがあったのかもしれない。しかしまだレースは始まったばかり。駆けつけたスタッフが給油を行いコースに復帰した。このアクシデントで総合順位が150位まで落ちてしまったが、走りは至って快調だ。セッティングも全く問題ない。明日の15時にどのポジションにいるかが勝負なのだ。スタッフ全員で最後まで全力で走り続けようという心が徐々に一つになっていった。ニュルブルクリンクに夜が訪れようとしている。スバル